ただいまスタートしましたのは、ゼッケン222番、荒木さん、立命館大学。本日の競技、まずスプリット予選からスタートいたします。最初の決勝は立命館大学荒木安治。7秒57でまずは100のスプリット。ただいまの記録15秒587、15秒587です。スタートしましたのはゼッケン217番鈴木さん、山梨学院大学。女子は9名が出走予定です。まもなく200の計測に入ります。山梨学院大学鈴木姫子です。6秒5秒500のスプリット直線入りまして、まもなくフィニッシュ。ただいまの記録13秒185、13秒185です。スタートしましたのはゼッケン202番野寺さん、順天堂大学。順天堂大学野寺楓です。100のスリット6秒21。スタートしましたのはゼッケン209番野寺さん、法政大学。
昨年のインカレではこの種目ストリート種目に5位、法政大学の野寺亜紀沙です。ただいまの距離11秒514です。スタートしましたのはゼッケン209番阿部さん、法政大学。先ほどの野寺亜紀沙と、そして昨日は、チームスプリントを走りました阿部沙羅が続いての疾走、210番は法政大学阿部沙羅です。ただいまの記録11秒351です。スタートしましたのは前回211番大泉さん、早稲田大学。終了、この出走順このまま、先ほどの阿部沙羅まで、一人一人、タイムが出ることに更新されていく一番時計という状況、12秒351、現在の一番時計となっています。出走211番早稲田大学の小泉美枝、昨年のインカレはこのスプリント種目3位に入っていました。スタートしましたのは前回216番岩本さん、日本体育大学。7番目の出走になります、日本体育大学岩本亜美です。こちらも昨年度からスプリント2位に入っています。先ほどの小泉美枝の時計が一番時計また更新となって12秒34で、100のスプリントはその時6秒11となりました。5秒0、5秒8、時計は11秒938です。ここで11秒台として一番時計を欲しい。
タートしましたのはゼッケン213番松本さん日本体育大学。昨年のインクレス3との優勝者日本体育大学松本志乃が出走しています。残すところ女子スプリント予選はあと2人、その後男子スプリント予選にと移ります。女子スプリント予選につきましては上位の上位が2分の1決勝に進みます。ただいまの記録11秒720で、こちらもまた一番時計更新となります。スタートしましたのは、前回220番、松井さん、同志社大学。女子スプリント予選最終出走となります。220番は松井優香、同志社大学です。さあ5秒計算でこのスプリットが一番速い。時計は11秒829となりました。女子スプリント予選時計で揃っています。一番の時計は日本体育大学松本志乃11秒。